はいどうもー、 YouTuber のせいやです。いやね、今日最高だよ。このさ、この天気がいいよね、このね、まずね、うん、10月の最後の土曜日、10月の最後の土曜日なんですけど、まあハロウィンですね。まあ10月の最後の土曜日って言ったらね、まあその中でね、ちょっと今ちょうど網の上になんもないですけど、ちょっと散々ちょっとこうバーベキューして焼いてたっていうことなんですよね。でこうホッケとかエビとか、ワインとかね、ちょっとありますけど、まあ、まだまだ全然あるんですけども、本当食べきれないぐらいちょっとやりすぎて買いすぎちゃって、まあ、何が面白いってこれですよね。このビールとストロングとこれワイン、この三刀流、この三刀流ですよね。やっぱね、もうやっぱね、みんなねゾロになっていかないといけないんでね、ビール、ストロング、赤ワインと、でこれレモン丸ごとかそうじゃないかって書いてあるんですけど、噛み合わか噛み合わじゃないか。ビールって今さ、そこだよね。ちょっとカマキリがなんかマサヤの肘に止まってたカマキリが、なんかあのバーベキュー免れ、バーベキューに免か、ま、ん?招かれたと勘違いしたらしくて、すごい近づいてくるんですけど、そして俺のストロングを飲もうとしてる。やめて、ちょっと俺のストロング飲まないで。え、ちょっと なんでそこ壁たかれんの、すごいすごいすごい、ちょっと、ま、マジで、ちょっともう本当俺のストロング飲まないで、やめてやめて。え、てか、え、絶対ダメだよ。え、てか入ろうとしてるよ、マジで。絶対飲んじゃダメ、絶対飲んじゃダメ。え、てかなんでそんな、え、ちょっと絶対糞入れんなよ、絶対糞入れんなよ。あ、ワインが良かったの。え、ワインが良かったの。そんなことある、このカマキリどんだけ酒好きなんですか。おかしいでしょ、ストロングを登ってからのワインが良かったみたいな。二刀流二刀流ですか、すごいな。バッて来て、ガー来て、ガー来て、ストロングの缶を経て、こうここからここに移って、わざわざここにたかるっていうね、こんなことないですよ。てかなんかちょっと愛着すら湧いてきますよね。このままちょっとダイレクトでね、ちょっと飲んでみたいと思います。せっかくなんでね。こんなことある、こんな。ちょっとあの虫嫌いな人気持ち悪いと思うんですけど、いやこれすごくない、これ。なんかね、ワインの味がね、ちょっとね、あのグリーンな味がした。グリーンな味。陽気のいい10月の最後のね、土曜日にね、もうほんと炭火で、今ちょうどこうサンマ揚げたところなんですけど、炭火で焼いた、じっくり遠火の弱火で焼いたサンマ、絶対うまいでしょ、こんなん。もうしかもちょっとね、器のキャパがねちょっと小さいかもしれないんですけど、もうせっかく今揚げたばっかなんで、せっかくちょっとこう皆さんにも伝えたいなということで、腹のね、この世で一番うまい食い物知ってます？この世で一番うまい食い物、サンマの腹渡。これも絶対そうだな、絶対そう。この世で一番うまい食い物、サンマの腹渡で、このサンマの腹渡のね、この一番うまいこの外側、サンマの腹渡を覆ってる、この世で一番うまい食い物を覆ってる外側の、まああばらの外の肉みたいな感じです。まあ豚でいうこうバラ肉ですよね。一番こう、絶対うまいでしょこんな。ぜもううまいに決まってるこんな。もう揚げたて、炭火焼きたて、揚げたてのサンマ秋、もう絶対こんな、こんな見てるだけでうまいよねこれね。いただきます、すいません、もういただきますね、本当に。はい、うまい、もううまい、口に入れて2秒でうまい、 0.5 秒だな。で
俺のスタイルなんですけど、サンマの腹渡をおかずにこのサンマの身を食べるって。ああなんか生きててよかったって感じですね。生きててよかった。こんなんさ、誰がどう見てもうまいじゃん、こんな。うまいうまいうまい。皮パリッパリ、皮パリッパリ、いい塩加減。いや、いい塩加減、これも。あ、もうずっと食えちゃう、これ。で、これ2食って、これビール。今日はあれですか、今日はこれか。あのこの前はあの金麦の青だったんですけど、たまたまなんか今日、たまたまって言ったらおかしい、まあ金麦の赤なんですけど、この金麦の赤は最初はねちょっとビール飲んでたんですけど、ちょっとビール飲みすぎてなくなっちゃったんで、今ちょっと嘘っこのビールって言ったらちょっと悪いですけど、このこれがこれかなんですけど、でこれをこのサンバ、ちょっと待って、もう一回いただいて、この合わせでこれね、これいただいて、はい、うまいじゃん、はい、うまいじゃん、こんなうまいじゃん、絶対うまいじゃん、こんな絶対うまいじゃん、これで、これをこれ、ビール、まあビールね、まあビールだとしよう、まあビールだとしよう、ここは重い、ビールだと思え、まあビールだな、うん、いただきます。生きててよかった。いや、これはね最高に合うね、うん。いや、なんだろう、秋ってこのためにあるんだなと思って。で、秋って何のためにあるか知ってます？サンマ食べるためにあるんだよ。ちょっとなんか名言風に言っちゃいましたけど名言風に、秋って何のためのサンマためにあるんだよ、あんだよ。いや、でもそれは本当にそう言っても過言ではないですよ、これは。美味しすぎて。まあね、まあ本当にもうサンマにピックアップしちゃいましたけど、まあまあまあそういう感じで、ちょっとねこれからもバンバン飲んでいくんで、ちょっと酒の動画ばっかであれなんですけど、まあ本当に本当に、まあこれからもどんどんね、やっていくんで、よろしくお願いします、よろしく。